今日は緑色 LED ライトの紹介です。520ナノメーターから525、530ピークの波長になります。520、540の間がピークになります。5050の緑色の LED が搭載されています。明るさ切り替え機能がついています。これが最大の光量です。ルーメン値の計測を行います。ではこのローモードから順番に明るさを変えていきます。まずロー、そしてはい、これが最大光量です。920ルーメンの明るさです。200ルーメンぐらいです。はい、306ルーメン、563ルーメン、これが925ルーメン、最大光量が1206ルーメンになります。使用電池は18650電池1本です。しっかりと閉めます。点灯消灯切り替えはこのサイドスイッチで操作します。軽く押すと押します。点灯モードが上がっていきます。また戻ります。弱、順番に明るさが増していきます。消灯状態で長押しすると最も明るいモードで点灯します。通常の LED は3535、3.5mm、3.5mm の LED ですが、こちらの緑色ライトには5050の大きい LED がついています。この幅がとても広いです。
中心項に光がしっかりと集まっています。手に収まるサイズです。片手で小灯、点灯、切り替えができます。5050と緑色 LED を搭載した懐中電灯の紹介です。